磯野和正は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。浅井氏の家臣、大見国助和山城主。小谷城下の磯野屋敷跡大平三年、磯野隠衆の子として誕生。磯野氏は、代々京国氏の家臣であったが、浅井助政の台頭に屈する形で、浅井氏の敗下に加わる。和正の父、隠衆は、磯野氏の一族筋から養子として、 沢山次郎本拠に持つ磯野院基地に迎えられている。主家筋の磯野山次郎本拠に持つ磯野氏は西へ下り、筑前国高祖上州、原田氏家臣となり、博多で転職し、鋳造業を営んだ。父の死後、おじ、隠岐が家督を継ぎ、その後を和政が継いだ。和政は、沢山次郎本拠とし武勇に長けたことから対六角市線で、たびたび武功を重ね、合戦では、 浅井軍団の戦法を任されるようになる。大野菊二主野村忠しと、三田村秀俊らと共に浅井四、翼と歌われた。元気元年6月28日の姉川の戦いでは、織田軍に深く切り込み、一時は織田信長の本陣近くにまで迫ったが、後に控えていた、織田川の稲葉一徹、宇治家牧前、安藤森長らが駆けつけ、その後、 朝倉軍を撃破した徳川家康軍の増援もあり、浅井側は、総崩れとなり敗退した。この、数正の織田本陣に迫る猛攻は、数正の姉川11段崩しという逸話として残る。姉川の戦いの後、浅井の小谷城と乗りは、横山城を拠点とした織田軍により分断され、沢山城は敵中に孤立する状態となっていた。そのため、数正は、 翌元期2年2月24日、沢山城を攻撃された際に、信長に降伏した。降伏後、和正は、沢山城と引き換えに、大見高島軍を与えられている。この頃、小田家の縮小は、琵琶湖周辺に配置されており、この高島軍の配慮は、横山の木下東吉郎、沢山の庭長秀、安土の中川重政、長光寺の柴田勝家、長原の佐久間信盛。 宇佐山の明智光秀と同等という破格の待遇であった。和ずの武功は、おだけでも認められていたと考えられる。ただし、信長の甥い津田信伏を、継ぐ用紙とさせられている。その後、和ずは、天正元年9月の杉谷全寿棒の捕獲、天正3年8月の越前一行一騎の鎮圧に従軍している。しかし、天正4年正月には、津田信伏が、 高島より上落しており、また、同年12月に、く木商人宛に、天正5年うる7月には、横枝たたり前人宛に、津田信巣が、安堵状を発行していることから、この頃には、和政の権益は縮小、または、家督の譲渡が行われていたと考えられる。天正6年2月3日、和政は、信長の意志に背いて叱責され出奔し、領地の高島軍は、 津田信澄に与えられた。信長の叱責の内容は不明であるが、一説には、家督を譲るよう、信澄や信長が迫ったが拒んだためとも言う。出本後の数正も行方は確かではないが、本老寺の変において、信澄や信長が亡くなると、高島軍に戻って機能し、天正18年9月10日に死去した。去年68、故、行進以下の一族は、石田三成、後に、 東道高虎に仕えて、加盟を存続させた。孫の行男は、大阪の陣で、東道軍に属して、矢を、和解の戦いで、増田森次を打ち取る功績を挙げている。娘は、小堀正次に嫁ぎ、茶人、小堀正和を生んでいる。ありがとうございます。